皆さん、プリベート、こんにちは。ナイスチャです。元気ですか？今日もよろしくお願いします。で今日は外国語を勉強するためのコツを紹介したいと思います。で私は3カ国語話せます。まあ、ロシア語もちろん。そして英語と日本語。で、あと韓国語もちょっと話せますね。で、2つの外国語を勉強したことがあって、まあ、英語と日本語で2つともまあ話せますね。なので私は使ったコツを皆さんにも紹介したいと思います。私は紹介することは全部個人的な意見なので、もしかして誰かに合わないかもしれませんね。なのでご理解お願いいたします。さあ始めましょう。で一つ目は記憶法。記憶法という言葉があるかどうか、ちょっと分かりませんけど、私はこの言葉を使います。で一番大事なのはそれは自分がどうやって一番早く覚えるのか、それは耳で、それとも目で、例えば目で見てですぐ覚える、それとも1回聞いて、2回聞いてで覚える、なんかそれは人によって違いますね。例えば私は耳で覚える人ですね。目で見ても例えば言葉とか覚えられない可能性が高い。でも1回2回耳で聞いたらもう確実に覚える。そしてそれ分かったらその後言語をどうやって勉強するか分かるようになりますね。例えばやっぱり耳でよく覚えるなら、なんかもっと聴解するか、それとも目でもっと覚えるならなんかもっと読解するか、それは勉強のためにとても大事ですね。で効率も上がります。その自分の記憶法はどっちかと分かったら、2つ目は自分で言うことも大事です。ただ聴解するだけじゃなくて、ただ読解するだけじゃなくて、例えば読解するときに、それを読んテキストを読んで、そこでなんか面白そうな表現を見つけたら自分で数回自分で言った方がいいですね。で繰り返して、それともなんかテキストを声で読んで、でその後はなんか面白そうな表現をまた口で繰り返します。そしたらもっと覚えやすくなりますね。で聴解も同じように、例えば聴解でなんか対話を聞いて、でその後はその対話を真似するとか、でそしたらなんか脳はその表現を言った表現を覚えやすくなりますね。3つ目は大事なのは表現か短い会話を覚えることですね。多くの人はなんか普通になんか単語を勉強しますよね。なんか単語を見つけて、でその単語を変えて、で覚えます、勉強しますね。でも普通の単語を覚えてもどうしようもないです、使えないです。なのでその単語はどんな表現、どんな時にどんな会話で使おうか、それを勉強しないといけないんです。でそのためにその単語が使われている表現自体を勉強した方がいいです。あとは短い会話の場合は、例えば道を聞く時の会話とかを覚えたら、でその時にその時があったら道を聞かないといけない時になったら、その会話を思い出して普通に言いますね。なので覚えるのは単語じゃなくて表現と短い会話ですね。それを覚えましょう。で4つ目は復習することです。でなんか1回テキストと、例えばテキスト読んで、それとも聴解して
でその後数日後またその聴解を聞いた方がいいです。なぜかというと復習することでもっと覚えやすくなりますね。まあ一回だけ聴解して、でその後はまあまた忘れる、まあ、数日間その言葉とかそれをなんか使わなかったら、まあ、忘れる可能性が高いですね。なのでそれ忘れないために復習をした方がいいです。それも大事です。次は私にとって一番効果的なコツです。でそれは映画か、まあ、ドラマとかアニメとかその言語で見ることです。で映画とかそのドラマとかを見ることでまあ、その人がどんな言語、まあ、どんな言葉とかどんな表現を使ってるか、普通の生活の中でなんかテキストを見るとちょっと硬い表現が多いと思いますけど、でも映画とか見ると本当になんか本物の言語を見れます、聞けますそう。なのでその映画とか、まあ、ドラマとかアニメとか、まあ、好きなものを見て、でなんだろう、真似することが大事ですね。なんか短い表現とか、まあ、それとも、まあ、長い表現とかを聞いて、でそのキャラクターを真似するのはとても大事です。で私も日本語を勉強した時にそれをやっていましたそして最後に、まあ、もちろん練習ですね。練習は一番大事です。で例えば英語を勉強している場合は、まあ、英語ができる人と練習した方がいいですね。でまあ、周りにそういう人がいなければ、まあ、いろんな、まあ、そういう人を探すためのプラットフォームとか、まあ、たくさんあって、そこで例えば、まあ、相手を見つけて、でスカイプで話すとか、まあ、そういうチャンスもなければ、まあ、自分で英語を見て真似するのはのもいいですね。これで以上になります。で今回は私はまあ、私にとって一番効果的なコツを紹介しました。役に立ったら嬉しいです。まあ、他のなんか効果的なコツがあればコメントで書いてくださいね。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。また会いましょう。パカパカ。